さあ、感想戦やっていきましょう。こっちはガンギリ、相手は早石田ってやつだと思うんですけど、まあね、僕は早石田の手がめちゃめちゃ苦手ですから、これでどう対応していくかっていうのが本当僕の勉強不足で、まあ26これでね、本当は8四歩ってことだったんですけど、これまあ合ってんですよね、8四歩で。で飛車が振って、でこっちは雁木を目指したんですよね。で雁木目指して、で一個いい手があったみたいで、まあこれただ雁木を目指して上がりたいだけだったんですよ。なんかこれがいい手になったみたいで、で、4二銀で、4八玉。で相手は銀が上がって早石田からの石田流ってことですよね。でこっちがまあ雁木を作り切って、そこまではなんか形勢良かったみたいなんですけど、まあ徐々に悪くなって、ここの端をの歩を突いたのがね、ちょっとまずかったですよね。これ3八銀で来て、で狙いは6三銀、そうですね、6三銀の方が、角雁木ですよね、の方が正解なのに、なぜか端の歩を突いて、狙いは何だったんですかね、角を狙おうとしたんですかね、香車が出るんで。で同歩の同香で、もうこれ悪くなりましたよね。で相手が同歩打ってきて、まあ、取って角が飛車も入って、外が破られるんで歩で押さえておきながら、まあここで今更角雁木にしても、まあ手が遅くなっちゃったってのがあるんで、しかもまたこれの歩上がりですよね。だからこれも5四銀に上がっとけばよかったのかなとは思ってんですけど、まあ、正しいのは3一銀で、まあ雁木からちょっと離していくっていうのがまあ良かったみたいですね。で3九玉で上がって、で2二玉か、まあちょっと雁木にこだわりすぎて、まあちょっと外の手に、行っちゃったっていうのはまあ良くなかった。ここで上がっていくのも良くないみたいで、正解は8三飛か、8三飛で相手に歩が来ても同桂ってことですね。8三9三玉で、ただ相手が振ってくるのが香車だったんで、本当は正しいのは8三飛で、で3九玉に上がっ、3九玉で、3九玉3一玉、まあやっぱ突破されたら、8筋のとこ逃げろってことですね。で2八玉で6二銀と、6二銀か、まあ雁木にこだわりすぎない、少しずつ対応してやっていかないとダメってことですよね。いやこれもダメなんですよね。正解はここも3一玉。やっぱだから玉を逃がしていかないと結局ずれていくんですよね。ここもそうですね、なんか角取りみたいな、もうここら辺からいい手ってのは打てないと思うんで、でここも6二角できて、よかったのは8八竜か、これのうちで8八竜にして、ただもうどうしようもないですよね、相手は硬いし。だから序盤での早石だと棒銀がすごい苦手で、まあ悪い手も多かったんですけど、まあ、そこの差がついたかなって形ですかね。終盤力ゼロですよ。だから序盤中盤で、もうちょっと頑張らないと。